それでは三人目の登壇者をご紹介します高木義孝さんです皆さん拍手でお迎えくださいはいよろしくお願いします高木義孝です えっと僕は今そうです、さっきあったように株式会社ラーテルという会社で CPO という役割をやらせていただいています。で今日は僕の、まあ、30年ちょっとぐらいの人生ですがその中で何やってきたかそこから得,得た学びとかっていうのを皆さんにシェアできたらなと思っております。で、そうですね、ちょっと次のスライドで、はい、皆さんこの中で経験したことあるものっていくつありますかっていうのをちょっと考えてみてほしいんですけど、まあ、サラリーマン経験だったり結婚だったりとかは皆さん経験したことある。 かもしれないんですけど、まあ、大学中退だったりか会社の解散だったりとか、まあ、離婚だったりとか、まあ、そういうちょっとネガティブっぽく見えるワードもいくつかあると思うんですこれ実際自分が全て30年ちょっとで経験してきたことではありますで、まあ、ちょっと順番前後しちゃったんですけれどもあの高木義かについて僕についてちょっと紹介すると今30歳で福岡出身で、えっと、東京に 住んでまあ6年ぐらいですね。で、えっと、大学実際中退してて今は会社の経営をやらせていただいてます。基本、まあ、サッカーとかあの好きであの忠実は普通に涙人生というか普通の人生を過ごしてます。で、えっと、実際に僕の人生なんですけど大学に入るまでですねもう本当にサッカーしかやってこなかった人生で、まあ、実際プロも目指してたんですけれども、まあ、高校時代にユースで入ったんですけど実際挫折をしてしまって、まあ、これはちょっとプロの道諦めようと思い実際自分の父親が経営とか をやっていたので経学学学を,志経学を学ぼうかなと思って大学に入りましたただちょっと大学で経営学あの学ぶのは諦めてあちょっとこれ話すと長くなっちゃうのであの質問とかあったら後で聞いてほしいんですけどあ諦めてあの自分で起業しようと思ってまず,まずあの学外活動に、えっと、尽力するような学生時代でしたで実際21歳の時に大学を休学してあの起業しています福岡でですね2013年の9月なんですけど、まあ、これは結構 あのまあ、いいことも悪いこともいっぱいあったんですけどあの福岡の小さいオフィスを借りていろんな事業をちょっと多角的に展開をして、えっと、やってみましたっていうのが初めての際ですねでその時東京とかにも実際あの東京に来たきっかけは自分の会社で東京に来たっていうのがきっかけであの資金調達とか、まあ、株主がこっちにいたとかもあって、えっと、大学も中退して東京に出てきて、えっと、このまま順調に行くかなと思ってまあキラキラな感じの起業家みたいな感じでやってたのが、まあ、2015年6月。まあ 7年前ぐらいですね。だ実際は会社はそのまま解散しました。でえっと、というのも、やっぱり初めての企業だったので分からないことだらけずっとやってたんですけど、ここ3年目ぐらいで結構つまずいちゃって、事業拡大、メドが立てれず、資金調達とかもあったので、結構そのプレッシャーもあったんですけど、あ資金ショートをしてしまい、実際、メンバー10人ぐらいいたんですけど、すいませんって謝ってあの解散をしました。 でその後、えっと、初めてサラリーマン経験というのをします。あのなので、なんか就職活動みたいなのはあんまりしないんですけれども、友人のお誘いとかもあったので、栽、ま、培、あ、エージェントグループで広告業、まあ、インフルエンサー系の,あのマーケティングのお仕事っていうので、まず会社員というのはこういうことなのかっていうのを、まあ、24歳ぐらいの時ですね、初めて知りました。 で実際、転職とかも経験しており、あの僕もヒルズワーカーになったあのメルカリですねに、えっと、2018年ぐらいからいまして、こちらも友人のお誘いだったので、ちゃんとした転職活動とかはしてないんですけど、まあ、ここであの上場目前のメルカリだったので、あの結構まあ600人ぐらいの規模ですかね、その時は。で、あのやりましたと。で、実際、上場っていうのも、まあ、あの一緒に経験させていただいて、まあ、ちょっと僕もあのこの中にいるんですけど、まあ、あの上場してから、 もう2年ぐらいずっといたので社員600人規模から2000人規模みたいなところも経験させていただいてこれはかなりいい経験だったかなと自分の企業でこんなところまで行けるのってなかなかないと思うのでいい経験だったなと思いますで、えっと、その後去年ですね独立してフリーランスになりましたでメルカリを超える会社を作りたいなっていうのが僕の今、えっと、モチベーションでメルカリを離れていてメルカリってすごいいい会社だったのであのそれみたいな会社があの日本に増えると日本ってハッピーになるなと思ってメルカリを退職しました で今は実際取締役として、えっと、仕事をさせていただいてます。先ほども申したように e スポーツ領域というところの可能性だったりとか事業のポテンシャルみたいなところにあの魅力を感じて今、ね、ね今ラーテルという会社で一緒にあのこのメンバーと一緒に会社をやらせていただいています。まあ、度僕からすると2度目の経営経験、まあ、経営チャレンジという感じですね。で実際はジョインして半年ぐらいなんですけど、社員数も結構、そこから5倍。 ぐらいになったし、売り上げも結構増えて、もう次のステージまあ経営者としては、やっぱり1回目の企業よりは結構大きいチャレンジができてるかなっていうのがまあ今のステップになってるかなと思います。 でまあ、ここまでが結構僕の人生みたいなところなんですけど結局、ここ何を得たのっていうところなんですけど僕は結構、まあ、若い子とかにも特に言ってるのが、まあ、人生って手札の数と組み合わせだよねっていう話を結構していて、まあ、カードゲームみたいなもんだよと自分はどういうカードを持つべきみたいな僕だったら例えばメガベンチャーの経験もあるし企業経験もあるしあのプロダクトマネージャーっていう仕事のスキルもあったりとか、まあ、どういう専門知識があったりとかそれをどう組み合わせて仕事していくのみたいなのがで決まっていくかなと。あととは自分を製品だとして それをどう打っていくみたいなあの、誰に打っていくみたいな、そういう戦略っていうのを、まあ、いろんな、何が正解とかじゃなくて、どうするかっていうのを決めるだけだと思っていて、まあ、それを自分なりに考えてチャレンジし続けるみたいな、そのために行動するみたいなところが結構僕は心がけていることですね。あと、本当にあの解散だとかいろいろとあって、つ、まあ、辛い経験もあったんですけど、そういう辛い経験って結構なんか、 飲みの席でなんかネタになるというか面白いねみたいな感じであの自分で自分いじるみたいな感じでできるので結構これは僕としてはいい経験だったなと別に飲みの席話したいから辛い経験をするしろって話ではないんですけどあのかなり普通にあのそんな辛くないなっていうのが。 はい、僕の経験ですねあとは、さっきもなんかお話ありましたが、やりたいことって結構普通に生きてても見つからないなと思ってて、本当に四つ葉のクローバー探すみたいなテンションだと思っていて、なので、あの、まあのまそんなに見つからなくても焦らなくていいと思ってますと、僕はでいつか多分ずっと探してれば見つかるし、行動してれば見つかるので、そこはあんまり焦らなくていいかなと思ってますと。あと、まあとま結構 なんか今の環境に不満を持ったりとか、不安を感じたりとかっていう場面あると思うんですけど、そういうのって結構普通によく来るし、急に来たりするので、そのためにいつでも環境を変えられる準備っていうのがどちらかというと大切かなと思ってます。そのためにこういつでも独立できるとか、そういうの準備はあの日々やっていければいいんじゃないかなと思ってます。実際ちょっと 僕のあの吉田がぎドットコムというところで、あの僕のなんかいろんな何ができるのとか何やってきたのとかも見れるので、もし興味ある方はそちらを見てください。はい、あ、吉田がぎドットコムっていうのはもうなんかローマ字で吉田がぎドットコムです。はい、ご説明ありがとうございました。ありがとうございました。あのなかなか三十歳にして。 波乱万丈な先生を皆さんもねさっきの項目の中で、ね、自分いくつあるかなって数えられてたと思います私も数えてました3つぐらいあるかななんて思ってたんですけどいや全部かと思ってねちょっとびっくりしましたが <laughs> あの最後の方にありましたあのま環境を変えるというところでちょっとお伺いしたいんですけどさっきの写真だとなんかこう荷物を、ね、詰めて旅に出るみたいな感じでしたけどた 高木さんは最近なんか環境をを変えるみたたいなことをされましたかあそうですねそれでいうとまああのー、まあ実際そのこの会社に今の会社に入るっていうのも環境を変えた一つですねうん、うん、あのー、まあもともと会社員だったこと,ところからまあやっぱり経営がやりたいなみたいなところで、うん、まあ会社員は会社員でかなりいいことはめちゃくちゃいっぱいあると思うんですけどうん、うん、まあそれだとこう何て言うんですかねまあやっぱり違和感もあったというかまあ メルカリすごい良い会社だけど2000人規模みたいなまあもっと大きい会社もいっぱいありますけどそこに対してこ,うあこんなになんか前より仕事がスムーズにいかないのかなとか,なんかそういうのもあってまあその時にこうそこに不満を言うだけだとかなりなんて言うんですかねまあそれまでになっちゃうのでそこでまあまあいつか経営もう一回やりたいなとか起業したいなっていうところで準備はずっとしていたっていうのがあったのでそこでまあ実際、まあ 独立というか退職して環境、うん、を変えれたっていうのは、まあ、自分の経験上あるかなとな,るほど、ね、なんかこう身軽でいるためのなんか自分自身にあの言ってることとか,なんかポイントっってあったりしますあそれでいうとこうなんか捨てる勇気と言いますか,んなんかそもそもこうう、まあ、なんか若いことが特に僕も若い時はまはあ、失うものなんかないみたいな感じで。 まあ何でもこう身軽に入れたと思うんですけど例えば結婚したりとか家族が増えたりとかずっと会社員で経験が増えたりするとそれを捨てられなくなってくることって大いになるんじゃないかなと思ってるんですけど結局そんなになんかそもそも捨てるみたいなものでもないし逆に言うとそんなに何て言うんですかね、あのー 捨てられなないいいもものでもないというかうん、うん、ちょっと表現難しいんですけどその大した話じゃないよっていうのが僕の経験上はなんかそこでやっぱりこうやっぱまあね背負ってるものが大きいと感じる方が多いと思うんですけど実際やってみるとそうでも<い>何も失わないんじゃないかなっていうところが自分も心がけてますし皆さんにお伝えしたい部分ではあるかなと思います。 ありがとうございますあの私からねちょっとこう見る限りねこの辺に大企業を捨てたあのお兄さん方がねちょっといるななんて思いながら <laughs> ちょっと、ね、後であとで掘ってみたいなと思うんですけど、はいえー、皆さんに質問でございます、えー、ライブの皆さんそして YouTube ライブをご覧の皆さんもぜひコメントいただければと思うんですけれども会社員と企業のメリットデメリットそれぞれ何だと思いますかという質問です、ね。皆さん今ちょっと考え始めてますね 会社員やっていて辞めたという方もねいると思います。ぜひ、えー、コメントをお寄せください。そしてまたクロストークでこの話したいなというふうに思います。はい、それでは高木さんどうもありがとうございました。